こちらはですね、3月5日、河野太郎、自民党の今大臣ですよね、デジタル大臣でしたっけ、こちらがですね、外国人にどんどん国籍と永住権を上げて新しい日本人を作っていくと発言いたしました。これはですね、少子化対策あるいは人口減少のことを聞かれてそう答えたのだと思いますけれども、これ外国人をどんどん輸入してですね、数だけ維持したところでそこに日本人がいないのでは意味のないことであります。私は日本は超個体であるという本も書いておりまして、日本人はみんな親戚であるから無人販売所が成立するのである。日本人はみんな親戚であるから店員さんのために食後の皿をまとめるのである。災害地震などの時に暴動や略奪が起きないのは日本人はみんな親戚であるというですね、説を本に書いております。ところがですね、河野太郎の目論見通り、人口を維持するために外国人をどん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 日本人として輸入したとするならば、それはもう日本は超個体ではなくなってしまいます。日本以外の多くの国、災害の時、地震のたんびに略奪や暴動が起きる国、無人販売所など考えられもしないという国になってしまいます。もちろんですね、誰しもが気持ちよく使えるように公共の場所はきれいに保とうなんていう意識もなくなってしまうことでしょう。日本以外の多くの国のように、ゴミのポイ捨て横行する国になってしまいます。外国人を輸入して数だけ維持したところで日本は日本でなくなってしまいます。そんなのは意味のあることなんでしょうか。私はないと思います。河野太郎、早く何とかしないといけないな、厄介だな、こんなのが次期総理候補なんてゾッとしますよね。理想的には高市早苗さんなんかが総理大臣がいいな、思っておりますけれども。